はい、皆さんこんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、もう割り出し、もう割り出し、しょっちゅうこうしてああしてこう出すとこさ、うん、もう出してますもうめんどくさいけんもう割り出すとこいらんやろ、もう、うん、いるかな、わからん。いや、でもいるっちゃいるじゃない。まあでもこれに関してはさ、うん、もうちょっとヤバかったけん出したっちゅうの。ヤバかった、あ、まあね、外から見えてなかったし、うんうん、もうスマートラが調子悪かったけど、うんうん、全部97ミリ、あんま調子は良くないけど、うん、ただしちょっと片手、お尻が小さいとよね、これ全部ほんと、お尻がちっちゃくてね、胸、頭が太いけどさ、うん、胸とも太い、97ミリ、全部ね、3頭とも、そう、97ミリ、こいつが頭太そうやな、そうやって、ケツがもう細いけどさ、小さめなお尻がね、これで全部あれ埼玉行き、埼玉行きでしょうね、これは 6.2 97ミリで36あったら太いね。あ、そう、太いやとかね。頭35欲しかったな。35なかった今の。ないない、4点何もやった。6あるね、 6.6 とかね、 6.5 6.7 6.5 ぐらいな。おごあるやん。で、ケツが細いけどさ、うん、お尻ちっちゃいもんね。シールドみたいなの、これシールドかどうかわからんかっこいいよ、これ。あごは12で、まあ普通。そう、あごがね、思ったより、あご13ぐらいとったらな、もうやばい形だったんだよね、うんうん、悪くはないと言うても、全然この小さ、サイズが出てないけんね、うん、横幅あるよね、4.0。 そうそう、幅がもうめっちゃあるから、ね、というか、あるもんね、普通。うん、まあ、これなんかこれは 5.6 ぐらい、普通よりちょっと大きいぐらい。で、尻もまあまあ普通にあるけど、これなんかね、いつものような感じ。いつものような感じ。まあ、いいっすよね、それかね。こいつ、かっこいいね、これね。かっこいい。全然違う。これも早いもん勝ちや。値段一緒やろ、これさ。97ミリやけ、値段一緒。じゃない。じゃないと。よくわからんけど、俺は。それも値段は先輩がね、厳しくつけるけんさ。俺緩めやもんね、意外とね。そう、逆やとですよ、皆さん、本当は本当は俺緩めやったよね、意外と。そう、先輩厳しいってよね、値段だけ先輩に言ってくださいが、あんま高いって思った時はでも、イベントの時安いですよね。そう、イベントはね、はっきり言って、うん、赤字やもんね。そうね、うん、行かん方がマシやもんね、はっきり言って福岡とかでも行かん方がマシやもんね。そうね、行かん方がよっぽど利益は取れるけど、まあ、球数がバンバン打てるのは強みやけどね。いやいや、それでも、利幅が全然あ、まあね、まあね、そうね、うん、イベントをあれするわけじゃないけど、イベント本当安いです、うん、安い ね、イベントは、そうね、本当オークション価格を下回るのが多いのよね、他の物産も、うん、うん、まあまあ、それはちょっと日にちがいっとったりとかはあるかもしれんけど、うん、うちのとか日にちいってないけどね、全然。そうね、バリバリの申請中でね、ちょうどいいところで、すごい下の値段で出す、うん、そうね、ナスケンさん、うん、ね、相撲の人たちとかもうちょっと成熟しとった方がいいと思う。そうね、うん、これでも相撲の人たち向きじゃないの、97は。まあね、相撲の人たち向きではないけど、うん、これはいいですよね、お手頃サイズ。お手頃じゃない値段になりそうな活気もするけど、まあでも入れてて安いね、ほんと。めっちゃ安いです。オークションだったらね、競いやっちゃうけど、どうしても。そうね、安いのは安く終わるけど、まあ、目利き力が必要やっていうことやね。そらそうさ、見た目の感じ。そらそう、まあ、そういうことですよ、はい。いや、この3頭がおらやったらマジでね、うん、やばかったよ、うん、マジで、はい、はい、それではご視聴ありがとうございます。